ファビュラス・ハドソン・ホーネットは有名なナスカー、グランドナショナルやトリプル a で活躍した、ストックカー。ハドソン・モーター・カー・カンパニーが生産した。この車のハンドルを握ったマーシャル・ティーグとハーブ・トマスが、ファビュラス・ハドソン・ホーネットと名付けた。マーシャル・ティーグは1951年と1952年の各シーズンに自身のファビュラス・ハドソン・ホーネットに乗った。ティーグはミシガンまで出向き、 ハドソンの工場を訪れた。アポイントは取らずに。この訪問により、ハドソンが自動車提供と会社としてのサポートを行ってくれることになった。ティーグは直列6気筒エンジンを乗せたハドソン・ホーネットのチューニングをハドソン社と共に行った。ティーグは自身のハドソン・ホーネットをファビュラス・ハドソン・ホーネットと名付けた。軽量で低重心となったおかげでティーグを筆頭に、 ハドソンのドライバーたちは1951年から1954年にかけての様々なストックカーレースで主導権を握った。他のレースカーはもっと大きなエンジンで、もっと先進的なエンジンだったが、叶わなかった。ティーグは彼のチームメンバースモーギー、ユニックと共に主要なストックカーレースで34戦27勝を挙げた。 ティーグは1952年シーズン中にナスカー、オーナーのビルフランス、SR とのさかいのためナスカーを離れている。ティーグは、ファビュラス・ハドソン・ホーネットに乗り、1951年の、AAA ストックカードライバー・オブ・ザ・イヤー、1952年と1954年の、AAA ナショナルストックカーチャンピオンとなっている。ミシガン州イプシランティにある、 イップシランティ自動車歴史博物館でフルリストアされオリジナルの状態を保っているファビュラス・ハドソン・ホーネットを見ることができるハーブ・トーマス92ファビュラス・ハドソン・ホーネットハーブ・トーマスは1951年ナスカー・グランドナショナルのシーズンにプリムスに乗りある程度の勝利を収めていたシーズン半ばでファビュラス・ハドソン・ホーネットに乗り換え1五十一年チャンピオンシップで 優勝した。1953年ナスカーグランドナショナルは、トマスのものだった。シリーズの主要12レースで優勝し、結果、初の2シリーズ連続チャンピオンとなった。ハドソンは1954年にナッシュケルビネーター、コーポレーションと合併し、アメリカンモーターズコーポレーションとなった。販売の落ち込みが状態化し、ハドソン名は1957年で終了となった。 ホーネットという名称は AMC でも1970年から1977年にコンパクトセダンに使われた。AMC はトランス・アムシリーズで AMC ジャベリンをナスカーでは AMC マタドールを使いレースに挑んだ。トランス・アムシリーズの成績は好調で再び新型ファストバッククーペでナスカーに挑んだ。二千六年に制作された CG アニメーション映画 カーズは、ルート66沿いの忘れられた街、ラジエータースプリングスに迷い込んだ、若く生意気なホットショットレースカー、ライトニング、マック・イーンの物語である。街の半事件医者が、ドック・ハドソン。実は、かつての伝説のレーサー、ファビュラス・ハドソン・ホーネットであり、マック・イーンを里し導く存在となる。その抑制は異なるが、本物のホーネットと、同様ドック・ハドソンは、 多くの記録を保持し、またナンバーも同じ51である。声優はポール・ニューマン。日本語吹き替え声優は浦山春。最後の出演は短編のメーターと恐怖の火の玉であり、カーズ・トゥーン・メーターの世界作り話シリーズでは未登場。カーズに以降の長編作品では2008年のポール・ニューマンの死去に伴い、 映画内でもドック・ハドソンはこの世を去ったという設定になっている。カーズ・クロスロードにおいては回想シーンで登場し、セリフもニューマンが生前に残していた音声が使用されている。mershallteagueatwww.legendsofnascar.com ありがとうございます。